皆さんどうもこんにちは。今回も注文住宅講座やっていこうと思います。今回はですね、超実用的な土地を選ぶ上での3つのポイント、これについてお話をしていきます。家を購入する際に土地も一緒に買うっていう人結構多いと思うんですよ。私が実際に住宅営業をやっていた時もほとんどが土地のないお客さんでしたし、なんなら土地を持っていてそこに建築をするなんていうお客さんはだいたい全体の1割くらいでしたね。だからほとんどのお客さんが土地から購入して家を建てることになると思うんです。じゃあ新しく土地を買うときに何に気をつければ失敗しないんだろうって思いますよね。今回はそういった疑問に答えていく動画になってます。先に皆さんにお伝えしておきたいんですけれども、例えばハザードマップを見ましょうとか、土地に接続している道路が市道なのか公道なのかを確認しましょうとか、そんなありきたりなことはこの動画では説明しません。そういった専門的な部分は土地探しを手伝ってくれているハウスメーカーの営業マンに任せれば勝手にやってくれます。ですので今回はそういった小難しいことは抜きにして、素人の目でも分かって、かつ土地を購入した後になってから後悔しないためのポイント、これに絞って説明していきます。きっと今からお話しすることは皆さんのお役に立てると思いますので、ぜひですね、最後までご視聴ください。このチャンネルは不動産を主軸に大企業3社を渡り歩いてきた私が人生をテーマに住宅、金融、転職について語っていくチャンネルです。しばらくは住宅についての動画を上げていきますので、皆さんぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは行きましょう。はい、ということでやっていきます。まず最初に動画のタイトルにもある超実用的な土地を選ぶ上での3つのポイント、これをすべてお伝えします。まず1つ目がゴミ捨て場の位置、2つ目が建築予定地周辺に車の抜け道がないかどうか、最後に3つ目が近くに公園があるかどうか、以上の3つです。それでは順を追って深掘りをしていきます。そして最後にこの3つをまとめた結果、どういう土地選びをすればベストなのか、それについて最後触れて終わりにしようと思います。ではまず1つ目のゴミ捨て場の位置についてなんですが、これがなんで重要なのかというと、ゴミって日々生活する上で必ず出るじゃないですか。それを捨てに行くときにゴミ捨て場がものすごい遠い位置にあったらどうですか？めんどくさいですよね。そういうことなんですよ。例えば最近だとコロナの影響で家にいることが多くなったと思います。その影響でアマゾンとか宅配とか利用することが多くなったんじゃないのかなと思うんですけれども、そうなると段ボールのゴミとかプラスチックのゴミってどうしても出てくるし、ある程度溜まったらすぐに捨てたいじゃないですか。でもゴミ捨て場の位置が家から200メートルとか300メートル離れていたらどうですか？それがもし仮にですよ、会社に通勤するついでとか、何かのついでに捨てられる場所にゴミ捨て場があればいいんですけれども、真逆の場所にあったら誰が捨てに行くかっていう問題出てきますよね。最近だとコロナ離婚とか流行ってるので、これがきっかけに喧嘩になってしまうっていうこともあるかもしれません。だから土地を選ぶ上でゴミ捨て場はどこにあるのか、そしてついでに生活動線はどうなるのか、これを調べておく必要があるんです。やっぱりこういうことを伝えてあげるとお客さんも喜んでくれるんですよね。それが私のモチベーションになっているわけです。ということで皆さん、今の話を聞いてなるほどって思った方はぜひいいねボタン押しておいてください。それで話を戻すんですが、ゴミ捨て場の位置が重要なのは分かったと。それ以外にも何か注意しておくべきことはないのか、そう思われる方もいらっしゃるかなと思いますので、一つだけ注意確認しておいた方がいいことを皆さんにお伝えします。それがゴミ捨て場が住居の前にあるかどうかです。どういうことかというと、古い住宅地ほど家の前にゴミ捨て場が設けられていることが多いんですよ。それでそこに住んでる人が逐一ゴミ捨て場に目を光らせているんです。確かにカラスがゴミを散らかしたりとか、マナー違反をして本来置いてはいけないゴミを置くっていう人もいるので、ナーバスになるのはわかるんですが、結構それで新しく入ってきた人に対してもきつく当たるっていうことがあるんですよ。例えば実際にあった例でお話しすると、80坪くらいの土地が出たので、それを分泌して40坪と40坪の2区画に分けて土地を売り出したんですね。立地も良かったのですぐに買い手がついて、半年後ぐらいには家が完成して引き渡しになったんです。これで一安心かと思ったら、昔から住んでいる近隣の方から、新しく家を建てたんだからゴミ捨て場も新設しろ、今あるところは使わせない、そういうクレームが入ったんですよ。あまりにもですね、理不尽な申し入れだったんで、その区画を束ねている班長に今あるゴミ捨て場を使えるようにしてくれと交渉に行ったんです。でも結果ダメでした。もう仕方ないと思ったんで、会社に頭を下げて、20万円もする立派なゴミ捨てボックスを近くに新設して、その場はなんとか収まったんです。こういうことが実際にあるんですよ。例えるなら、別の地域から転校してきた子供をいじめるみたいなイメージですね。
どんなにいい土地、いい立地であってもこういったことが起きる可能性があるので、事前に下調べを必ずするようにしてください。特に古い住宅地に家を建てる場合、注意をしてください。続いて2つ目の建築予定地周辺に車の抜け道がないかどうかについてです。これに注意するべき理由は非常に単純で、うるさいからです。特に振動、これが厄介なんですよ。よくあるいい土地の選び方として、大通りから1本入ったところで土地を選ぶといいっていうのがありますよね。大通りに面している土地を買ってしまうと、それこそ車が通る音だったり振動がダイレクトに家に伝わることになりますし、洗濯物が車の排気ガスにさらされることにもなります。だから大通りから1本入ったところで土地を選ぶといい、まあそう言われてるわけなんですけれども、でも実際はですね、そんな単純な話じゃないんです。その土地、つまり建築予定地周辺に車の抜け道がないかどうか、これを調べて初めてその土地がいい土地なのか悪い土地なのかがわかるんです。これもわかりやすいように実際の例を交えてお話をしようと思うんですが、例えば以前私が恋にしていた不動産屋さんからお客さんを紹介してもらったことがあるんです。そのお客さんは土地なしのお客さんだったんですけれど、不動産屋さんがものすごいいい土地を見つけてくれたので、建築予定地が決まった状態で私のところに来てくれたんです。それでそのお客さんが建てる土地を見せてもらったんですが、めちゃめちゃいい土地だったんですよ。土地の形は正方形で綺麗な形をしていましたし、東南角地で日当たりも良好、しかも相場よりも安い、これは間違いなく買いだわって私も思ったんですけれども、実際落とし穴があったんです。それがその土地の前面道路が朝と晩に通勤帰宅途中の車の抜け道に使われていたんです。だから正味数時間ではあるんですけれども、車の通り過ぎる音と振動がものすごかったんです。これはですね、家が完成した後に気がついたんですよ。だからもう取り返しがつかなかったんですね。そのお客さんも自分たちが買うって決めた土地だから仕方ないねとは言っていたんですけれども、私としては何とも心苦しい気持ちになりましたし、今でも時々思い返しては心が痛くなります。とまあこんな感じで、一見良さそうに見える土地であっても時間帯によって車の抜け道に使われている道路が近くにあったりします。ですので土地を選ぶときは朝、昼、晩、時間帯に分けて様子を見に行って、問題ないようであれば購入する方が確実です。そして最後に3つ目が、近くに公園があるかどうかですね。近くに公園があるメリットは2つあって、1つ目がお子さんの遊ぶ場所を身近に確保できるということ、2つ目が緊急時の避難場所になるということ、以上の2つですね。そこまで詳しく説明する必要もないと思うんですが、簡単にそれぞれ説明していきます。まず1つ目のお子さんの遊ぶ場所を身近に確保できるということ、これに関しては公園が近所の人と知り合える場所にもなりますし、子供からすると友達を増やせる場所にもなるんですね。それに家から公園が近ければある程度の年まではそこで遊ばせることができるので、例えば迷子になったりとか事故に遭ったりっていう可能性を極力減らすことができるんです。だから家の近くに公園があると結構ですね、メリットが多いんですよ。あとは公園は公園でも、そこがどんな公園なのか、まあ、例えばですね、砂場があるだけなのか、それとも遊具がしっかり揃っているのかでまただいぶ変わってくると思うので、公園の種類というか質ですね、そこもチェックしてみてください。あともう一つ、緊急時の避難場所になるということについてですね、よくハザードマップとか、まあ、地盤が弱いだとか、まあ、強いだとか気にする人がいるんですが、まあ、地震大国の日本に住んでいる限り結局震災とは隣り合わせなんですよ。しかも土地を購入してそこに住む以上、交通機関の利便性とかも考えなければなりませんから、正直どこが安全でどこが安全じゃないかって考える優先順位低くなってくると思うんですね。いくら安全だからといって、例えば通勤に2時間も3時間もあるところで土地を買いませんよね。まあ、それはそうかもしれないけれども、じゃあ何かあった時にどうするのかっていう話なんですが、そんな時に登場するのが公園なんです。公園って基本的に周りが開けてるので、地震で建物が倒壊してもその場所は緊急時の避難場所として使えるんです。まあ一応そういった形でリスク回避することができるので、災害とかは気になるけれども会社の都合で住む場所が限定されるという人がいたら、公園が近くにある土地を選んでみるといいと思います。最後にですね、今まで話したことを3つをまとめた結果、どういう土地選びをするのがベストなのか、これについてお話をしていきます。結論から言うと、新しい分譲地ですね。分譲地というのは新しく家を建てるために形成された住宅用地のことで、よくハウスメーカーとか工務店が大きな土地を仕入れて作っていたりします。この新しく作られた分譲地だったらゴミ捨て場問題も起きませんし、車の抜け道に使われることもありません。さらに近隣に公園があるケースも多いので、今まで話してきたリスクが全てまるっと解決できるんですよ。
でもそんなに都合よく新しい分譲地なんて見つからないし探せない。そう思ったそこのあなた。もし仮に2022年まで待てるようならチャンスです。なぜなら2022年に生産緑地という規制が解除されて、今まで畑にしか使えなかった土地が宅地でも使えるようになるからです。当然新規の分譲地も出てくるでしょうし、一気に土地が市場に流れ込むので土地の価格も下がることが予想されます。ですので、もし仮に家を建てるのを少し待てるという方がいるなら、2022年が来てから新築計画をしてもいいかもしれません。いやいや、そんなに待てない。すぐにでも家が欲しいんだっていう方は、確かに今、住宅メーカーはこぞって値引きをしてくるはずです。それをチャンスとするのもありなので、なるべくですね、分譲地を探すようにしてみてください。ということで、今回の動画は以上になります。参考になりましたでしょうか？参考になった方はですね、グッドボタン、あとチャンネル登録、よろしくお願いいたします。それではまた次回も会いましょう。バイバイ。